賞、不祥事からの復活？立浪監督直接交渉で破格オファー。巨人を自由契約になった中田翔が12月2日、来季中日でプレーすることを決断したようだ。中田は東京都内で立浪監督らドラゴンズフロント陣と交渉に臨んだ。交渉解禁後の即オファー。巨人と同程度の条件となる2年契約、年俸3億円程度に加え、背番号6も提示されたという。日ハム時代に同僚への暴力事案を起こし、栗山監督の計らいで巨人に移籍した中田翔。その巨人を自ら契約終了させ、中日から破格のオファーを受け、華麗なる復活を遂げた。安楽とえらい違いやな。事案起こした翌シーズンには巨人で試合出ていたもんな。それで2年6億は草。中日は弱すぎてた球団をクビになった選手取るしかない状況だったのついてるな。賛否あるけど、中日打線って1番から3番までは怖いけど4番以降はそんなに危険度がないっていう印象だったから中田加入は大きいと思う。お金がないのに中田に3億って。それなら打線に見捨てられた投手陣にもっとやれよ。立浪、後がなさすぎて必死すぎる、育成する気なし。最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。あなたからのコメント待ってます。